2023年10月30日にウクライナ軍が発表したところによると、2014年からロシアによって実効支配されているクリミア半島において変化があったみたいだね。どうやらロシア軍の防空システム対してアメリカから供与された戦術弾道ミサイル、MGM-140 アーミータクティカルミサイルシステム ATACMS を使用した攻撃を実施し、成功したことを明らかにしたらしいな。さて今回はウクライナ軍が ATACMS によるクリミア半島の攻撃を開始した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。このウクライナ軍による発表は SNS への投稿によって明らかになったもので、ウクライナ軍はロシア軍の占領下にあるクリミア半島の西岸において、重要戦略的目標の一つである防空システムへの攻撃に成功したとしているのであるが、攻撃の詳細や攻撃地点及び戦果などについては明らかにしていないよ。また、この件についてロシア側からの公式なコメントは発せられていないものの、ロシア軍に近いテレグラムチャンネルの一つであるリバルにおいて、クリミア半島に対してウクライナ軍による複合的な攻撃があったことが投稿されていて、それによるとウクライナ軍が2発の ATACMS を発射し、クリミア半島西部のオレニウカに着弾したとした上で深刻な損害は発生していないとしているな。アメリカがウクライナに供与した MGM-140ATACMS は、同じくアメリカから供与されている M142 高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などの 227mm ロケット砲を発射する多連装ロケット砲システムマースから発射可能な射程 300km の弾道ミサイルで、GPS 補正管制誘導によってマッハ31km 毎秒以上の速度で目標に正確に命中する弾道ミサイルの一種であるが、弾道ミサイルとしては短射程であることから戦術弾道ミサイルとも呼ばれているんだ。アメリカ軍のマースは現在、M207 シリーズとハイマースが運用されているが、M207 には 227mm ロケット砲を6発搭載可能な発射ランチャーを2機、M207 の軽量版であるハイマースでは1機搭載されていて、それぞれ12発と6発のロケット弾を連続して発射できるね。ATACMS はこのロケット弾発射ランチャーと同じ形状のものに1発搭載され、ロケット弾ランチャーと同様に射載可能で、ランチャーの外観からは中に搭載されているのがロケット弾か ATACMS であるかの判別はつかないよ。これまでアメリカのバイデン政権は M207 やハイマース使用するロケット弾として、射程 90km の GPS 誘導ロケット弾 M31 を供与してきたが、射程 300km の ATACMS だけはロシア本土の攻撃が可能であることから、ロシアを必要以上に刺激することになってロシアに核兵器使用の口実を与えるなど、この侵略戦争のエスカレーションにつながるとして、ATACMS の供与を固くなに拒んできたんだ。しかし、ロシアが長射程 GPS 誘導ロケット弾による後方兵站攻撃への対処を実施し始めたために、ウクライナ軍の救世主となるかと思われたハイマースでロシア軍の戦力を削ぐことができなくなりつつあったことから、イギリスが射程 250km 以上 560km のタイプもあるの。航空機発射型の空対地巡航ミサイルストームシャドウ、供与後日このミサイルを共同開発したフランスも同型の SCALPEG の供与を決定したことに対して、ロシア側のリアクションがほとんど見られなかったことからバイデン政権は ATACMS の提供を決断したってわけだ。しかしながらアメリカがまずウクライナに渡した ATACMS は使用期限切れが迫っていた初期型で、M74 個爆弾950個のクラスター弾頭が搭載されている射程 150km のブロック1とされ、これらがアメリカ本国に1000発以上保管されていることから、アメリカは当面このブロック1の在庫処理を兼ねてウクライナに提供するものとみられているぜ。このブロック1は戦闘車両などの厚い装甲を貫通する能力はないものの、装甲の薄い地上目標を攻撃するのには十分な破壊力を持っており、10月17日にウクライナ軍が実施したことを公表した、ベルジャンシクとルハンシクのロシア軍飛行場攻撃ドラゴンフライ作戦に、この ATACMS ブロック1が使用された可能性が指摘されているな。イギリス国防省は10月20日、
ウクライナ戦況分析においてこの2カ所の飛行場攻撃にATACMSが使用され、ベルジャンシクの飛行場で9機とルハンシクの飛行場では5機の攻撃ヘリコプターなどがクラスター弾頭によって破壊されたことを示唆したよ。ロシア軍はこれまでの戦闘においてウクライナ軍をはるかに凌駕する航空戦力を有していながら、それを効果的に活用することができず、地上部隊への航空からの支援には攻撃ヘリコプターを多用しており、それらを一度24機も損失したことが事実であるとするならば、西側諸国からの制裁によって攻撃ヘリコプターの新規生産が滞りがちとされている。ロシアの軍事生産力を考えれば非常に大きな痛手と見られているね。それに加えて、ロシア軍では長期間にわたって戦闘が継続していることで、兵器装備のメンテナンスに問題が発生していることや、搭乗員の疲弊が著しく補充もおぼつかないとされていることから、これまでウクライナ地上軍を苦しめてきた攻撃ヘリコプターによる空爆支援が減少する可能性が指摘されているよ。また、ウクライナ軍が長射程の GPS 精密誘導ミサイルを多数保有したことによって、ロシア軍はこれまで以上に司令部などの指揮拠点や兵站集積施設などを、最前線からさらに遠く離れた場所に移転せざるを得なくなったため、兵站輸送にかかる負担が増し輸送中に攻撃を受ける危険も増す可能性が高まったとされているな。さらに、ウクライナ軍がこれらの長射程の攻撃兵器の運用が可能になったことで、6月初旬からの反転攻勢の主目的とされているザポリージャ州メリトポリの奪還及びアゾフ海までの地域の奪還により、ヘルソン州南部とクリミア半島に展開しているロシア軍への補給路となっている陸の回廊を遮断することが、反転攻勢作戦の成功を待たずして可能になったとされているぜ。そして、これらのことによってクリミア半島への補給については同半島の東端とロシア本土南部のグラスノダール地方の間のケルチ海峡に架けられているクリミア大橋を渡る補給路の比重が増大することになったってわけだ。イギリス国防省は19日の戦況報告においてクリミア半島への補給路として重要な存在となったクリミア大橋についてウクライナ軍の長距離ミサイルや水上ドローンなどの攻撃を受けているクリミア大橋において、ロシア軍は多方面での防御が必要とされる事態となり、大きな負担になっていると指摘したみたい。クリミア大橋に対してウクライナ軍はこれまでに数度の攻撃を実施していて、7月の攻撃の際には道路橋が損傷し一時通行止めとなっているよ。ロシアの現地行政当局は橋の修復を急ぎ、今月に入ってクリミア大橋は予定より早く修復されたと発表していたものの、イギリス国防省によれば道路橋はとりあえず開通したものの、通行に関しては重量のある車両の通行が制限されるなどの状態であるとされていて、クリミア半島に向かう補給用のトラックや燃料用のタンクローリーなどはフェリーを利用しての輸送が行われているんだって。ロシア軍はクリミア大橋を使った輸送が可能となるようにさらなら修復工事を急ぐとともに、強大なクリミア大橋をウクライナ軍の攻撃から防御するために、防空システムを集中させるだけでなく警戒要員をも増員させなければならず、大きな負担となっていると見られているな。いずれにせよ、クリミア半島奪還を目指しているウクライナ軍は、絶好のタイミングを見計らってクリミア大橋を破壊し同半島への補給を断つものとみられ、それがいつに起こるかについて西側諸国の当局やメディア、軍事評論家などが注目しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。